次の募集お題いきますね。はい、トマトベさん、熱々の、あ、熱々の、紅白餅さん、アイドル、熱々のアイドル、どんなの、熱々のアイドル、なるほど、まあ、比喩的な意味なの、そうですね、物理的、はい、一応こちらのお題で A ブロック最後になります。熱々のアイドル、どんなの、そのアイドルですね。さあ、じゃあ冬のりさんいきましょう。熱々のアイドル、どんなの、握手会から手が蒸発したオタクが帰ってくる。シュッ、熱いだよ。熱々のアイドル、どんなの、今日来てくれてありがとう。私が死ぬか、あなたが死ぬまで。熱すぎるて、いやいやて。熱々のアイドル、どんなの、ライブ来てください、夏場の鉄棒ちゃんです。熱っ、熱っ、熱いな、夏場の鉄棒ちゃん、腹に当たったな、熱っ、熱々のアイドル、どんなの、私、衣服全部脱いじゃうぞ東京、うぇーい。浅草ロックさえないか、こんなの服脱いで、おいと。熱々のアイドル、どんなの、渡辺マグマ、マググ。マググ。マググ。熱々のアイドル、どんなの。オハイオ州で8万人キャパ。やらしてください。無理だって。無理だって。やばいだって。ね、熱量ではどうにもならんって。熱々のアイドル、どんなの。今日はセンチメンタルバスさんの曲をカバーしたいと思います。それでは行きまーす。せーの、体温が42度で頭痛い日。疾患、疾患ですよ。39度のとろけそうな日。熱々のアイドル、どんなの。熱々すぎて X のライブに乱入してよしきの首をひねった。それはあかんでしまう。もう首が致命傷だよ。二度と戻らないんですよ。そう。熱々のアイドル、どんなの。Yes, yes, we are the 桃色クローバーカレーグラタンマントルジジイの風呂。あっつい、熱い、色、色っぽ、熱い、熱い、やけど、舌ベロになるわ、口の中、熱いわ、ねえ、体操、盛り合わせが熱い、体操の意味の熱々のアイドル、どんなの。はい、私の特技が、サウナ石丸飲みクソ直出し。汚れ汚れ熱々より汚れアイドル。サウナ石丸熱々のままクソ直出し。クソ直クソ直出し丸飲みこうやね。熱々のアイドル、どんなの。熱々すぎて徹子の部屋に出て黒柳さんに一言も喋らさなかった。あの徹子さんを熱々のアイドル、どんなの。ライブ行ったらもうあのフェンスみたいなのが張られてる、その後ろでシンプルにギャーって燃えるという、もう自分はシンプル、自分は魔女狩りみたいな修正のギャー言うて、もう熱々せやさあ、じゃあ最後ですか、サンスケさん。もう書いてる人いないでしょ。もういない、でも最後です。 A ブロックの泣いても笑っても大喜利者たちの今日の大喜利最後の有終の美でございますから、お願いいたします。熱々のアイドル、どんなの。太陽とシスコムーン、いや、死ね、シスコムーン、太陽。うわこれこっからね、ちょっと、いや、みんな集まっていいかい。いや、これなんとか伝え切ろう、伝え切って終わろう、これをなんとかお客さんが笑うまで伝え切って全員で、ね、これ太陽はいい、太陽いいんちゃいます、うん、結構可愛らしい、座面なんか顔が可愛い、太陽とだこれ死ね、太陽と死ねって言ってた、死ね、死ねって言いましたよね、死ねは良くない、熱々のアイドルだ、うん、だから死ね、死ねだけ変えましょう、なんか太陽とシスコンボのシス、ミネさんも、ミネさんどうですか。いや、これあの、うん、めっちゃ面白いです。ありがとう、ありがとう、素晴らしい、ありがとう、ありがとう、よかった、よかった、めっちゃ面白いです、よかった、あ、よかった、よかった、いいね、いいですね。
ますけど、ほんまはもう一緒の恩人ですよ、もう。そんなことも、なかなかないですわ。自信持ってください、もっと面白いです。大喜利人たち公開収録ライブ、シーズン20、MC の羊蹴りです。終点、幕張。私の魔球師じゃないって、なんでですよ。数学、ルビー、サバイア。よだれ出てしまう。今日からお前らの他人の、アーバックだ。巻き陣だ、鹿だ。泣きすぎて死んだ、死んだ、死んだ、どうする、カット、ウニウだ、たくさん打たされている、死ぬからしてるみたいに、小食いみたいな、どんな感じ、覚えろ、サンローランの巻物を使って、カメラだろ、カメラだろ、一発ギャグ9万レポ、就活中、お残しなんて許さないんだから、モイヤスの生配信を見せてください、モイヤスの生配信ですか、爪を酸っぱくするボス、腎臓張るっても聞けない、5センチ四方のバラバラした、待って待って、倒立ピー、事故をチャラにすると、移動教室の時にボーイスカートがこのままいく、膝釜に入れちゃう、シオンタウンちゃう、一穴来そうな、そう笑顔がアップ、なんでそんな顔になったの、トキさんボディスを倒さなければいけないんです、いや、あんま、ちょっと待って、次のお客さん、次のお客さん、クソ生きた、俺を夢中にさせるお前、夢はでかく、クラスの高校生活でありそうなこと、おーす、未来のチャンピオン、100円払ったら90円返ってくる、ラグドリをいつ座れよ、ちょっと、いや、みんな集まっていいかい、めっちゃ面白いです